皆さんこんにちは、助手のライフハッカーニコです。突然ですが、今日はどんな一日でしたか？慌ただしい毎日の繰り返しだったよ。気づいたら自由時間がほとんどなかった。仕事に家事に育児に介護、とにかく忙殺されてます。皆さんの声が聞こえてきそうです。そしてその気持ちよくわかります。そんな方にこそご覧いただきたいのが今日の動画。テーマはズバリ余白、つまり自分が自由に使える時間です。今日の動画は忙しい日々を送る皆さんにこそ見てほしい。毎日の生活の中にこの余白を作ることがどれだけ大切か、さらに忙しい日々の中で一体どのようにしたら余白を作っていけるのか、ご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。余白が大切な理由。余白は文字が書かれていない白い部分を指したりしますが、この動画でお伝えする余白とは自分が自由に使える時間という意味です。毎日をより健康的に、そして有意義に過ごすためには生活の中にこの余白を作ることが大切なのですが、それは一体なぜでしょうか？余白を取り入れることであなたの生活がどんな風によりよく変わっていくのか、具体的な3つのメリットについて考えてみましょう。余白のメリット、その1、物事にベストコンディションで取り組めるようになる。生活の中に余白があると物事に取り組む前に心や体の準備ができます。例えば大切な商談の前に余白があれば、余白の時間を使って資料を読み返したり、どのように話すかイメージトレーニングすることもできますよね。その結果、より良いコンディションで本番に臨むことができます。あなたの力を最大限に発揮するために余白を作ることがおすすめです。余白のメリット、その2、精神的・体力的にゆとりができる。締め切りに追われて切羽詰まってしまう、子供の朝の支度が終わらないというのはよくあることです。生活の中に余白があると想定外の出来事や突発的な用事にも時間的余裕を持って対応できるようになります。その結果、生活の中に精神的・体力的なゆとりが生まれます。余白によって精神的・体力的なゆとりが生まれると、忙しさから解放されるだけでなく、自分のやりたいことをする余力が生まれる。さらに周りの人を気遣える心のゆとりが生まれる。このようなことも期待でき、人間関係が良好になるというメリットがあります。余白のメリット、その3、新しい発想やイベントを取り入れやすくなる。1日24時間という限られた時間にいっぱいいっぱいになっていると、目の前のことを考えるだけで精一杯になり、新しい発想を生み出したり、新しいことを始めることは難しいですよね。新しい発想やイベントを取り入れたいと思ったら、自分の生活にまず余白を作ってみる。すると、1日の中で自分のことを振り返ることができ、自己改革のために新しい資格の勉強を始めてみようという発想が生まれる。そのポジティブな発想を実行するために、資格勉強のための余白を確保する。このように新しい発想やイベントを取り入れたいときは、まず余白を作ることが大切なんです。以上、メリットを3つご紹介しました。ただ理想はともかく、現実問題として、余白を作りたいのは山々だけど、忙しすぎてできそうにない、余白があってもどのように使えばいいのかがわからない、このような考えが浮かんだ方は多いと思います。そこでここからは、忙しいあなたもちょっとした工夫でできる余白の作り方をご紹介していきます。余白の取り入れ方。ここからは生活の中に余白を取り入れるための具体的な方法を4つご紹介します。 1. 一日の始まりは好きなことをすると決める。 2. 自分用の締め切り日を作る。 3. 付箋で時短を考える。 4. 夜日記をつけて翌朝読み返す。まずは実践1、一日の始まりは好きなことをすると決める。朝の余白を作るためには当然ながら早起きが大切。そんなことはみんなわかってるけど、できないから悩んでるの。
というツッコミが聞こえてきそうです。その気持ちよくわかります。早起きしよう、余白を作ろうとただ思うのではなく、早起きをして何をするかをしっかり決めることが大切です。おすすめしたいのは、一日の始まりは好きなことをすると決めることです。ここ10年くらいの間に朝活という言葉をよく聞くようになりましたね。朝活とは一般的に仕事や学校などが始まるまでの朝の時間を使って自分にとって有意義な活動をすることです。散歩、読書、勉強会など朝活の内容は人それぞれ。自分の好きなことをすると決めておくことで早起きするのが楽しみになりますよ。ちなみに朝一番にしたいことが特に思いつかないという人には、インターネットを使わないことをあえてするというのがおすすめです。情報型社会とも言われる現代、生活が便利になった反面、膨大な数の人や情報とオンラインでつながることができるため、情報疲れをしている人も多いかもしれません。朝はあえて過剰な情報を遮断してみるのもいいかもしれません。例えば筋トレをする、部屋の掃除をしてみる、豪華な朝食を作ってみるなど、なんとなく携帯でニュースを見る、友人の SNS をチェックするといったことを朝は避けた時間の過ごし方をしてみるのもおすすめです。実践2、自分用の締め切り日を作る。この方法は残業が多い会社にお勤めの方にもぜひおすすめしたい方法です。仕事や勉強などで余白を作るためには、実際の締め切り日とは別に自分用の締め切り日を設定することがおすすめ。締め切り前に終われば OK という精神的な決意ではなく、実際にスケジュールを考えてみることが大切です。例えば実際の締め切り日の1日から2日前に自分用の締め切り日を設定、残りの1日から2日は予備日としたとします。万が一直前になって予期せぬ事態が起きても、緊急対応が必要な業務が入っても、時間と心と体力の余裕を持って対応できます。もし何事もなく仕事や勉強を終えることができれば、予備日は好きなことに使うことができます。予備日の予定が空いたら、早く家に帰って家族とゆっくり過ごす、次のデートを計画する、オンライン飲み会を開くなど、自分へのご褒美を準備して有意義に使ってみてくださいね。実践3、付箋で時短を考える。3つ目の実践方法は、付箋を使って時短できる場所を探すという方法。まず色違いの付箋を2種類用意します。そこに1、自分が毎日している作業、2、本当はしたいと思っているのにできていないこと、この2つを書き出していきます。なぜ付箋を使うのかというと、ほんの少しの時間で思いついたことを書き溜めていくことができるからです。この便利な付箋術は、子育てや介護など忙しすぎて時間が取れないと感じている方は特に使わない手はありません。書き終えたら、何か同時にできないかと考えてみてください。そして同時にできそうなことがあれば、付箋同士をくっつけて時短できる場所を探してみてください。例えば運動の時間を作りたいなら、ゴミ出しのついでに散歩をしてみる。英語の勉強時間を作りたいなら、英語のラジオを BGM に子供とお風呂に入る。仕事のアイディアを出したいなら、料理中にスマホの音声認識を使ってアイディアを書き留める。これらはあくまでも一例なので、あなたの生活に合った方法を考えてみてくださいね。自分の知恵とアイディアをフル稼働させて、自分ならではの時短方法を編み出してみましょう。実践4、夜日記をつけて翌朝読み返す。失敗したり嫌なことがあったりして、その日の夜にくよくよしてしまう、誰しも経験があるのではないでしょうか。ただ日中に起きたことを夜まで引きずり何とかしたいと思っても、体も頭も疲れているため、あまり前向きな考えは浮かんできません。しかも悩みを抱えたままだと布団に入っても寝つけない。そんな時にはノートなどに思いの丈を書き殴って、その夜はさっさと寝てしまいましょう。愚痴でも悩みでも何でも OK。 一旦寝て翌朝もう一度そのノートを見直してみましょう。すると眠っているうちに前日までの情報が整理されるため、新しい発想が生まれやすいのです。また過去に味わった辛い気持ちも、朝の時間であれば
ゆっくりと振り返ることができます。ポイントは前日の夜に悩みをはっきりさせておくこと。その問題を解決するために早起きするという行動にもつながりやすくなります。結果的に寝る前に問題を洗い出しておいて早起きする、そして問題が解決するという好循環が生まれ習慣になっていきます。このように悩みは次の日の朝に早起きして考えましょう。本格的に取り組んでみたい方は専用のノートを作って悩みを書いていき、朝活としてその日記の内容を振り返るということをしてみてもいいかもしれませんね。ちなみにお仕事の都合などで朝方に眠り夜に起きるという方などもいらっしゃるかもしれません。その場合は自分のライフスタイルに合わせて朝と夜を入れ替えてみてくださいね。ちなみに今日の動画と関連して毎日の生活をもっと計画的に過ごし余白の時間を積極的に作っていきたいと思った方も多いと思います。そのような方にはこちらの計画作りに関する一連の動画がおすすめですので、ぜひ合わせてご視聴ください。以上いかがでしたか。今日の動画では毎日の生活の中に余白を作ることの大切さについてお伝えしました。そして忙しい日々の中で一体どのようにしたら余白を作っていけるのか、日常生活でできるちょっとした工夫を4つご紹介しました。今回お伝えした内容を実践しているうちに明日の朝が来るのが楽しみになってきたら締めたものです。この動画の内容が何か一つでもお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。